これはクソ茶じゃないですよね。俺のターン、ドロー。俺のターン、ドロー。俺のターン、ドロー。もう無理じゃ、もう無理じゃないですか。カード引けなくなっちゃう。ちょっと待って。というわけで、最後はここです。おー、3、なんだ、米とサーカスさんでございます。米とサーカス、来たかったんだ、僕はここに。なんかすごいきらびやかな、うん、きらびやかでね、素敵な感じ。あれじゃない、あ、いよいよメイドカフェじゃない。いや、違う、ついにアンケートで、アンケートで弾かれたって言われたでしょ。下北沢でもないでしょ。でももしかしたらかもしれないですね。ほら、こんなちょっときらびやかな。え、だってパーフェクトコアルじゃん、だって。あ、え、なんかうさぎとかさ、めっちゃ可愛いじゃん。エモね、エモ可愛いって、楽しいな、楽しいですよ、素敵な感じ。いや、ある、あるじゃない、ね、とりあえず、入っていきましょう。え、もう行くか。あ、すごい、素敵な、素敵な、何、ね、あの壁のおしゃれな。確かに、すごいね。あー、なんか嫌だもん。なんだろう、なんか、え、なにこれ、なにこれ、え、なんかやばくない、え、大丈夫、え、閲覧注意。これあれですよ、だからお二人が知らない、知らないだろうと思って、あれですよ、萌え萌えキュンのやつです。萌え萌えキュンか、萌え萌えキュンのやつです。なんか萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、萌え萌えキュン、やっぱ分かったぞ、なんか超えてきたな、イメージを、匂ってきたぞ。なんか、じゃあちょっと座っていきますか。はい、というわけで次についたわけなんでございますけれども、はい、今我々の目の前に3つメニューがございます。見ていきましょう。いや、この表紙の時点でちょっと、いや、何がめちゃめちゃおしゃれな装置ですよ。いや、そうですよ、かっこいいですよ、このかっこいいんですけど、めっちゃいい匂いしてる。いや、香りは今すごいいい香りしてますけど、ちょっと、え、あ、すごい、わ、ほら、カウンターの方に今目をやっちゃったら、獣、獣鍋だって。獣鍋、そう、まあジビエ料理ですもんね。美味しいジビエ料理食べに行きましたね。春のタン祭りっていいですね。確かに。あ、これですよ、お漢字からインパクトある。これはクソ茶じゃないですよね。何、クソ茶って読み方じゃないですよね、このスペシャルの。あ、本当だ、何、クン茶でいいのかな、クン茶ですかね。クソ茶はあまりにもちょっと、どっちにしても、どっちにしても、どっちにしても、あ、え、ガの幼虫の糞を乾燥させた中国茶の一種だって。はぁガの幼虫ってことは、カイコってことかな、カイコ、カイコになるんですかね。まあそういうことだよね。糞茶、鼻腔、ん、鼻腔を抜けて行く、クワの香りが、クワの香り、これ気になりますよね。でも爽やかで美味しいって押してありますからね。じゃあ、うわぁ、まあ、いや、あるよ、6種の昆虫食べ比べセット。あ、これはすごいよ。これいいですよ、比べるのか、ね、タガメ、イナゴ、コオロギ、バンブーワーム、ゲンゴロウ、ハチノコ。わー、ワームか。これ、え、これみんな食べたいでしょ。これ、ね、みんな食べなきゃダメですか。いや、みんな食べたいと思うんだよ、わかるよ、はい、まあ、うん、俺たちみんな虫好きだからさ。さすがに、うん、そうですね、虫が好きじゃないとアリーウィングに入れない。いや、そうなんだよ、アリーウィングの事務所のウォーターサーバーから出るの増えちゃうんですか。いやいやいや、マジかよ。でもね、ご褒美だから。いや、そうですよね、確かに、うん、確かにそうですよ。だから、やっぱりその、うん、全員にってわけにはやっぱりいかないわけですよ。そうですよ、本当に、貴重なものですからね。貴重なものですから。だから今日はちょっとね、ゲームをやって、なるほど、そのゲームで決めよう、食べる人、一人しか食べられないですもんね。一人しか食べられない、そうなんです、はい、そして今日やるゲーム、こちら、あら、ヨギ、ヨギ、ヨギ、聞いたことない、あのヨギです。あのと言われても、こちらですね、まあ、あの本当に実にシンプルなゲームなんですよ。まあ、山札がありまして、はい、その山札からカードをね、1人1枚ずつ引きます、うんうんうん、でそのカードに指令が書かれてるんですよ、うん、例えば、2つの手を重ねるとか、はい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 、そしたらその2つの手を重ねるポーズをします、はいはいはい、で次の人が引いて、次の人も指定されたポーズをします、はいはい、で次の人ってやっていって、自分のターンにまた来たら、うん、自分はそのポーズをしつつまたカードを維持しながらってことね。そうで、次のカードの指示をさらに、うん、こなしていくと、どんどんだからそのポーズが増えていくという、はいはいはい、でそのポーズを維持できなかったら負け、はい、もしくはあのカードをなんかこう手に置くとか肩に置くとかっていう指示もあるんですよ、はいはい、でそのカードを落としてしまっても負けになります。なるほど、面白い、はい、
で、一番最後まで勝った、うん、残った人が、まあ、容疑王になるという。容疑王、ね、容疑王で、これでだからね、はい、まあ、負けた人が、まあ、やっぱ代表して、うん、あ、なんすかそれ、勝った人じゃないですか。その食べたいのに勝った人じゃないですか。食レポしていただくっていう。おかしいだろう。じゃあ早速こちら決めていきますか。容疑で対戦していきましょう。レッツプレイ。はい、はい、じゃんけんで負けた人が先行ということにしましょう。はい、大事だな。いきますよ、はい、最初はグーじゃんけんぽい。あ、最初はグーじゃんけんぽい。勝ったじゃん。最初はグーじゃんけんぽい。あれ勝った人勝ったじゃん。あ、今勝ったじゃん。勝ったよ。え、でも今僕勝ちましたよ。じゃあお前がいい。じゃあ俺が負けて、じゃあこの順番でいい。ノリズムバレ。俺のターン、ドロー。指で鼻を触る。俺は指で鼻を触るを発動。それやっていけないのかな、これ。また何の指で触るか。あ、そっか、確かに指定されてるんじゃないんだね。これでいく。俺のターン、ドロー。カードと鼻をつけるを引いた。カードと鼻を、あ、これきつい。いきなりきつい。いきなりきついぞ、これは。カードとどう鼻をつけるんだ。でもこれ難しくない？だって片手どっちか、片手もう奪われるからよ、これでね。じゃあ俺は左手でシンプルに鼻をつける。俺のターン、ドロー。まあ引きもあるからね。左手を肘より高くする。左手を肘より、もうこれでいいってこと？え、あ、そうだね。6じゃん、6勝。続いて俺のターン、ドロー。指で脇の下に触れる。もう無理じゃん、もう無理じゃないですか。カード引けなくなっちゃう。ちょっと待って、それ。あ、まあでもそれもあるか。あ、はいはいはい、すごい、利き手をまだ生かしてる。こういうこともできるのさ。ギリシャの彫像みたい。俺のさ、ドロー。まだ左手はフリー。右手人差し指は何も触れない。もう無理じゃん。いや、人差し指、あ、人差し指は、そうか、そう、人差し指は何も触れない。引くときとか人差し指使わなければいいのだよ。なるほど、人差し指が封印された。いや、俺のターン、ドロー。微妙にカードが臭いのも気になるぞ。待って、人差し、左手人差し指を上に向ける、ねえ、なんだ、すごい、ビギナーズラックだ。さあ、続いて俺のターン。待って、あの人おかしい。なんか違う。ドロー。でれーん。カードと親指を触れる。え、カードと親指を触れる。あ、触れとけばいいってことか。ちょっと待って、はいはい、そうなると、それさ、鼻に指が、いや、指に鼻、親指いっちゃったかな。いっちゃってるじゃないですか。どう、だから、はい、あ、うまいうまいうまい、どうにかして、こういうこと。いや、利き手生かしてるな、まだすごい。こういうこと、いや、俺利き手右手だけど。右手か。うん、ドロー。カードと右肘をつける。カードと右肘をつけるだと。いや、無理じゃない。え、もうそのカードをどっかに配置するしかないんじゃない。置いてありなのかな。え、置いて、あ、置いてありらしいです。優しい。あ、はい、あ、でもそれだったら動くこともない。ターンエンド。俺のターン、ドロー。バン。指で首を触る。これは肘から上にやりつつ、指を上に向けつつ、これでこれでいきます。これ OK ですよね。なるほど、お前よし。なかなかやるな。喋りづらそう。一番やってる人おるんだよ。俺のターン、ドルン。上の歯を露出する。見えない見えない見えない隠れてる。見えない見えない。俺でどうだね。俺はこれからこの勝利に来るね。パニセ。俺のターン。ドロー。カード、え、左手の甲に乗せる？え、うん？これは終わるぞ。うわ、やばい。さっきのが消えちゃった。あ。左手の甲にはこれ無理だ。そうか、でも左手使っちゃったからな。パイセン終わりでいいんです。終わりで。パイセン
妖怪。妖怪。これはね、だからね、こう体勢をもうこう、うん、するとこうしちゃってこうするみたいな、ね。やるしかないってことですもんね。でも右肘つけたままじゃないといけないからな。そっか。どう？これがヨギだ。いや、面白いわ。面白い。うわあ、思ってたよりもまんまだわ。やっぱりでもね、乾杯敗者だから。うわーあー、すごい。はい、高評価、チャンネル登録お願いします。